こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。どっちつかずのコウモリ外交で完全に孤立している韓国ですが、 CPTPP に加入する日本と台湾に韓国が指を加えてみています。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。包括的前進的環太平洋経済連携協定 CPTPP に中国と台湾が加入申請した中、豪州と CPTPP で主導的役割をする日本が台湾には歓迎するという絵を明らかにした。一方、中国には懐疑的な絵を示した。中国は一つの中国を掲げ、台湾の CPTPP 加入に反対している。日本の麻生太郎副首相兼財務相は、台湾は基本的な価値観を共有する重要なパートナーとし、台湾の参加申し込みが日本として歓迎すべきことと語った。米国を訪問中の茂木外相はニューヨークで開かれた記者会見で、台湾が今回加入申請をしたことを我が国日本としてはまず歓迎したいと語った。加藤官房長官は日本の首相官邸で開かれた記者会見で、台湾の CPTPP 参加申し込みを歓迎するとしながら、高いレベルのルール作りに正しく対応する用意があるかどうかをしっかりと見極める必要があるとした。中国の反対と関連しては、協定上新規加入対象は国家または独立関税地域と規定されているとし、台湾の CPTPP 加入は協定上可能なものと認識していると述べた。中国外交部の張報道官は、全世界に中国は一つだけ、台湾と中国は分けることのできない部分とし、一つの中国の原則は公認された国際関係の準則であり、国際社会の普遍的な共感とした。続いて、我々はいかなる国も台湾と正式に往来することを断固として反対し、台湾がいかなる公式的な競技体や組織に参加することも反対するとした。一方、中国に対する日本の反応は懐疑的である。茂木外相は、中国が CPTPP 加入を申請した翌日、記者会見で高いレベルの基準を満たしているかどうかをしっかりと見極める必要があるとし、他の参加国とよく相談しながら戦略的な視点に立脚して対応する必要があるとした。台湾は CPTPP 加入交渉をしながら、福島県産など日本の食品の輸入規制解除を日本側と協議する考えを CPTPP 参加申請発表記者会見で表明した。 CPTPP に新たに参加するには全ての加盟国が同意しなければならない。韓国も CPTPP 加入を検討している。英国とタイも CPTPP 参加意思を明らかにした状態だ。当初 CPTPP の前身である TPP を主導していたが、トランプ政権発足で抜けた米国も復帰を推進中だという。それではネットの反応です。中共は抜けと。当初の目的は中共を抜いてやることだったろう。とにかく韓国も加入しなければならないが、日本が反対しそうだ。まあ過去にムンジェインが日本にしてきたことがあるので何も言えないが、一つの中国の原則により、真の中国人である台湾が加入し、偽の中国韓国は不可。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。